はい、お疲れ様です。ホップいろいろチャンネルです。はい、今、洗車やってたんですけど、まあ先ほど見てもらったんですけど、まあ何年か乗ってるとね、ああいう黒の樹脂のところがなんか白っぽくなってくるじゃないですか。あれがどうしても気になってもやっとして、なんか嫌いなと思って、今ちょうどね、オートバックスで、はい、洗車してたんで、見てきました。ということで、はい。あちらの方を黒くする商品がなんとあったんで買ってきちゃいました。まあ買ってきちゃいましたというか、本当に黒くなるかはわからないんですけど、まあ一応ね、ちょっと一回試してみたいなと思って、はい。今日ご紹介する商品は、こちらになります。じゃーん。はい。ミトソー樹脂、ブラックコートという、はい。こういったものがありました。ちょうどね、この樹脂パーツのとこ、白顔黒ツヤにということで、まあ今最近の車やったらリアのバンパーとかにも結構あるじゃないですか、この樹脂を使ってるねところ、それがね白くなってきてもやっとする方は、はい、こちらどうかなと思って、はい、本日ご紹介したいと思います。またね、なんか今ちょうど見てたらドアパネルの足元、擦れ傷も隠れるとかって書いてあるんで、いいんじゃないですか。とりあえずね、これでどこまで黒くなるか。はい、フェンダーやドアミラー、ダッシュボード、バイクにもということで、試してみたいと思います。で、セット内容が、ボトル 100ml と、マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ、取扱説明書。はい、こんだけ入ってるということなんで、ちょっと、開封していきます。はい、ということで開けてみると、はい、こちらのスポンジね、こちらの方に液をつけて、まあこすると、あとは、はい、マイクロファイバーちゃんとついてくれてますね。はい、こちらのマイクロファイバーもついていて、マイクロファイバーもついていて、あとはこちらのボトル、はいはい、こんだけついてますんで、とりあえず一回やってみたいと思います。それでは外行きます。それでは試していきます。こちらちょっと黒くなるのか。はい、こちらの黄色い方に液をちょっとつけます。つけて、あとはマイクロファイバーで、あとは引き上げる。どうですか、わかります？これ、こことさ、こちらが試行した方で、こちらがまだの方、もう全然違いますね。とりあえずね、こちら全部やっていきたいと思います。どうですか、
綺麗になったでしょ。クロスや多少出たですね。まあ、市内よりは全然マシだと思います。でこちらのポケット、ちょうど足が当たるじゃないですか、このサイドポケットと、のこちらの傷も消えるとかいうことなんで、本当なのか試してみたいと思います。本当にこれも消えるのか。それはね、消えたらいいけど。内装の樹脂にも使えるみたいなので、うん、これいいですね、結構。結構これ靴が当たってね、気づいたりするんで。で、あとは拭き上げるだけ。多少の傷は消えて、はい、綺麗になったと思います。ちょっとね、やっぱりね、完璧にとは言えませんけど、多少は残りますけど、でも綺麗になったと思います。艶も出て、はい、ということで本日は洗車してました。はい、こんな感じに今日は綺麗に洗車できたんで、はい、じゃあね、今からラーメン食べて帰ります。ポチッとな。洗車終わったんで、はい、こちらどうでした、これ、うん、すっごい 黒くなる、めっちゃツヤ出る言うほどではないですけど、うん、白皮冷えて、うん、黒くはなります、うん、多少のツヤは出ますね。でもね、市内よりは全然マシだと思います。樹脂パーツを今蘇るというか、3ヶ月維持できるということで、これね、塗り重ねると、うん、さらにパワーアップするみたいなんで、まあとりあえず今日塗ったんで、また、うん、今度洗車した時に塗って重ねていきたいと思います。これもなかなかいいと思います。ね、本当に未塗装樹脂ブラックコートということで、こちらの方もオートバックスさんで販売されてますんで、何倍やったっけ、1000ちょいぐらいやったっけね、ちょっと忘れましたけど、うん、はい、こちらもおすすめです。ということで、はい、暑かった。やっぱ洗車するときは夕方涼しくなってからないとね。で、一応ね、こちら、洗車場もあるんですけど、こちら、はい、あるんですけど、ずらっと並んでます。はい、でね、うん、地元のガソリンスタンドの洗車場も見たんですけど、20台ぐらい並んでたんでね、はい、やっぱね、この時期は高坂も多くてね、車もすぐ汚れるんで、はい、皆さん洗車日和というか、洗車は大変やと思いますけど、はい、まあ綺麗にしてね、いつも綺麗な車を維持できたらなと思います。なんか何言うとか分からんけど、はい、ということで本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日の動画が良かったなと思う方は、いつも通りね、グッドボタンとチャンネル登録ポチッと、はい、よろしゅうお願いいたします。はい、ということで、はい、本日もひろろチャンネルでした。終わります。バイバイ。ポチッとな。